大阪難波から鹿児島まで近鉄観光特急しまかぜに乗っていくということでやっていきたいと思います。しまかぜのある座席を今回後半の模様で予約したので、はい、皆さんこんにちは、王者でございます。僕は今三重県の近鉄の鹿児島駅に来ているんですが、今回この動画は観光特急しまかぜの和風コースに乗ってきたということでやっていきたいと思います。いやー、和風コースって、なかなか予約は難しい段階なんですけど、たまたま1週間前とかで探してみて今回予約することができました。まあというので今回和風コースに乗っていくわけなんですけど、もちろん一人で乗っていくわけで、まあどういった感じの和風コースになっているのかというのを、まあ今回やっていきたいと思います。まあさすがの近鉄の鹿児島という駅なんですけど、まあ近くでは旅館とかあったりするし、まあ高級ホテルとかもまあたくさん存在する中ではございますけど、高級ホテルって言ってもおかしいかな、リゾートホテルでも呼んでもいいんでしょうかね。というね、まあ早速ですが近鉄の鹿児島駅の中に入っていきたいと思います。やっぱり島風ということで、島風さあ伊勢島ということで PR がめちゃくちゃいいですね。近鉄観光でもぴったりなお得な乗車券です ね。これで行けば特急列車も乗り放題ということで、まあ追加料金であれば島風でもご利用ができますね。わあ、いいな、普通車と特急島風と伊勢島ライナーの並び、やでや的な感じですね。それで今回はこんな感じで運転いたしました。で、個室に利用するのは最低でも3名以上が必要になってくるということで、特急券とあらかじめ個室券も購入いたしました。で、これだけではありません、乗車券も最低3名分購入いたしましたけど、たまたま大阪で見つけた紙に集大券とこの駅で買った子供券の2枚券ですね。あとはご当地の入場券も買いました。なんかね、まあ、全体的にデザインが変わっているらしくて、こんな感じで購入いたしますね。乗車券は僕一人なので入れます。近鉄特急しまかぜですね。5万系が使用されております。隣も5万系のしまかぜですね。なんかね、僕あんまりしまかぜの運用があんまり詳しくなくて、僕が、前回プレミアム席乗った動画の車両がこの電車だったので、この電車が折り返し京都行きの電車になるんですね。今回京都行きになるということで、この編成でまたお世話になるということですね。こっちが大阪難波行きの方になるんですけど、どの運用形態になるのかなあ、あんまり詳しくないな。ここで先頭車の展望ですね、展望座席ですね。行き先の方向幕とかはもう普通にこれ大阪難波行きなんですけど、こっちの編成は僕が乗ってきた大阪発の電車が折り返し京都行きになるんですね。こっちが第2編成で、今止まっている大阪難波行きの電車が第3編成ということで、1編成と第2編成と第3編成何が違うということは、まあ、後ほど中間車に違いがあるということで見ていきたいと思います。ちなみになんですけど、しまかぜのロゴですね。こっちがですね、4号車になるということで、今回は4号車の方に乗っていくというわけですね。今止まっている方の 3F の方なんですけど、まあ、やっぱり個室タイプ全然違いますね。こっちはちょっと変わっていないかな。3号車がカフェ席ですね。下もこんな感じでなっております。 1F と 2F とあと 3F の違いは、この編成は前面内が全然違うということなんですね。 1F と第2編成っていう編成はこの前面内のところがオレンジ色になっているんですけど、3F の方はやっぱり緑色になっているんですね。じゃあ早速ですけど4号車の乗車口から乗っていきたいと思います。今回はこっちですね、和風個室行ってみましょう。
目なんですけど、今空いている中でございますけど、洋風コスプレという感じになっておりますね。やっぱりこっちでもいいんですけどもね、人気なのはこっちの和風タイプの個室ですね。一人で眠っていますよっていう証拠ですね。で、土足厳禁ということで、まあ、早速ですけど入っていきましょうか。おー、いいな。この柄のところもいいですね。いやー、一人で贅沢な気分は味わえるということで。いやー、ここから2時間40分ぐらいかな。長い旅になるんですけど、この電車にお世話になります。普通になんかテレビとか用意してたりするんですね。ビエア、パナソニック。あ、いいな。あ、そうだ。これでちょっとついんですけど、はい、一人で贅沢な気分ですね。風景清浄機もあったりしていてかなりいいですね。まあ個室だとテーブルも普通にあったりするし、まあ電動のカーテンもあったりするので。こんな感じですね。最大でここまでという感じになります。というので停車時間がもうちょっとあるので、ちょっと探検でもしましょうか。作業室もあるということで、こんな感じでじゃだんと、他の編成とほぼ一緒ですね。喫煙室もちゃんとありました。中身もこんな感じで、はい、こっちが平屋席の5号車ですね。平屋の座席だとこんな感じで座れたりはできますし、まあ、前回の動画ではプレミアム席の動画をお送りしましたので、見たいという方はぜひご覧ください。先頭の6号車が京都行きの先頭車になるんですね。展望席ですね。ハイテクカラー構造になるので、まあ、一段高くなっております。先頭座席になるとこんな感じで、テーブルとかは固定になるんですけどもね、まあ、こんな感じで全面展望を楽しめる座席も、まあ、日の鳥と同じくございますね。今は多分テレビは見えないということで BGM だけ聞きましょうか。押すと、おー、なるほど、ここでスピーカーが流れておりますね。ちなみにこの個室にも素晴らしい特典がありまして、ルームサービスもできますので、まあ、後ほど、まあ、係員の方が回ってくるということなので、まあ、発車していくからじゃないと、まあ、どの道わからないという流れに今なるということなんですけど、まあ、もう発車が1分前ということで、まもなく発車しますね。15時50分になりましたので、京都行き特急しまかぜが発車していきました。今から2時間40分の中旅ですね。近鉄特急をご利用いただきありがとうございます。この電車は京都行き特急しまかぜです。途中、宇賀田、鳥羽、宇治山田、伊勢市、大和柳、ということで、アテナルドさんも来てくださったということなんですけど、人数分の乗車証とおしぼりももらいましたね。やっぱり一人で利用するのはやっぱり恥ずかしいですね。というのは、ね、もう下から見えない。あ、このボタンを押すと倒れるんですね。ボタンを押すとこんな感じでなりますね。あれですね、これがアルケスパーニャという遊園地です。まあ建設的にも近鉄なんですけどもね。でそれでなんでこの和風個室利用したのかというと、まあ、今回1週間前とかで風跡情報を見て、そこから調べてみたら和風個室が空いてたということも
あって今回乗車したんですけど、まあ、物理的に今回の大阪圏と特急券に関しましては、まあ、3名分が足になってくるということで、今回あえて学習体験と、子どもの乗車券2枚分、あと特急券と島風の所要券の大人1枚と子ども2枚、そして個室券ですね。まあそれで乗車券と特急券を合わせると、まあ合計自体は大体1万2000ぐらいかな。まあ加入体験で買うと若干安くはなったりするんですけど、まあそれぐらいの額になりますね。まあ普通に考えると、まあ近日で調べてみると、まあグループ席に分類するのかなというふうには思いますし、まあサノス数とか座席もあったりするんですけど、まあ一人で移動すると、まあやっぱり人数分も一人になってくるということで、まあ一人で移動するとやっぱりあれかな、もったいないぐらいの感じにはなったりするし、まあ3人ぐらい移動すると、まあベストかなという印象ですね。まあというので、今から中旅になるかもしれないんですけど、残り2時間10分ぐらい快適に島風の和風個室を楽しんでいきたいと思います。まあ一人なんですけどね。というのでスイーツセットも、まあ京都発の島形は異なりますね。まあ昨日の動画というと大阪発の島形で乗ってきたんですけど、その時のスイーツセットはシアトル都ホテル大阪のスイーツセットだったんですけど、京都のやつはこんな感じになりますね。メニューを開くと、まあここまでは多分島風とほとんど一緒ですね。他のやつと、まあ、ビールもありますし、まあ、食べ物も食事も、まあ、この部屋で食べることもできます。それで、まあ、こっちはドリンク類ですね。お酒類になるということなんですけどね。おつまみも、まあ、お酒あてにはしっかりとしているんですね。それで、あ、これですね。飲み物、コーヒーとか、まあ、ソフトドリンク、こっちスイーツセットですね。まあ、こっちは大阪発のしかないやつのデザインなんですけど、こっちが島風のオリジナルグッズですね。他にいろいろありまして、また宅配サービスもできますね。自宅で島風の模型を持ってきました。こんな感じで並べているんですけど、僕が乗っている個室はこの辺りになりますね。4号車です。注文もしました。ルームサービスということでカレーにしましたね。で、それでお水は、まあ、ここでついてくるんですけど、別でノンアルコールビールも注文しました。いい音入れます。は弱いので今回はノンアルコールビールで勘弁してください。では乾杯です。あーいいな。今宇治山田の駅ですね。カレーだけ一口。中辛なのでお水がついている方ではいいですね。伊勢市の次は大和八木に停まります。
それで走行中なんですけど、全面展望のカメラ見ていきたいと思います。これかな、走行映像、前方カメラ、こんな感じで見えるんですね。ちょっと曇っていたりはするんですけどね。まあ、島風の最高時速自体は120キロか130キロぐらいのものなんですけど、まあ、ほとんど走るスピードに関しましては120キロぐらいですね。あと追い過ぎちゃいましたけど、西宮の森ですね。ゆっくりと松坂駅通過になりますね。近くには BTS ホテルとかあったりするし、その奥は多分ヌートインかな、ありますということで、食後のデザートも来ましたね。で、今回の京都発の島風、いや京都発じゃない、京都行きの島風というのがこのデザートになりますね。あ、そうそう、実はもう会計も済んでいるということなんですけど、まあ実際にお金に関しましては現金か IC カードイコカとかのやつで支払うっていう感じで、まあクレジットカードは使用できないということですね。まあ基本的に現金か交通系 IC カード2つになります。こういった感じでインスタ映えにも行きますね。おこり茶のケーキでございます。焼き菓子もまあケーキセットにはついてくるやつですね。まあ、とりあえず一口いただきます。あ、やばい。こっちでちょっと汚いんですけど、いただきます。うまいです。うまい、最高だな。あと、ここら辺は、ああ、伊勢中川駅ですね。もうすぐ下通過になりますね。ゆっくりと時速30キロぐらいかな、減速しながら伊勢中川駅通過になります。多分この辺りで名古屋線と分岐していく感じで、その奥は中川短絡線ですね。あ、これだ、これです、スーツ君のやつですね。中川デルタ線、火の鳥とかアーバンライナーとかはこの短絡線を経由していくっていう感じですね。名古屋駅の場合は、この間でも130キロは出ると思いますね。あ、出てる出てる、今130キロ、あ、これぐらいのスピードですね。こんな感じだとなかなか全面展望のカメラは不安定ですね。なんかね、この新青山トンネルの特徴的なのが、上り線の名古屋方面に行く電車っていうのは下り線になっていて、今僕が乗っている方の京都方面、大阪方面の新青山とになりますと上り坂になっているということで、スピードも130キロで設定してあるのだということになりますね。まもなく新青山トンネルを抜けるとスピードも一気に、これですね、やっていきますね。今の段階では100キロなんですけど、まあ、基本的に130キロ出るスピードはこの区間になるということですね。まあ、こういうのを見つけるのは毎回毎回毎日見た方がいいかなという印象だったりするんですけど、たまに洋風タイプの個室も出てくるということなので、まあ、個室を利用する方は、まず最初は洋風タイプの方が、まあ、清潔かなという印象ですね。まあ、今ちょうど火の手も通過してきたんですけど、あと10分ぐらいで大和八木駅に到着ということなので、まあ、しばしこの車内でゆっくりしたいと思います。
もうすぐ下、大和八木駅ですね。それで、島風のウェブ上の料金を見ていきますと、まあ、まず大阪ナンバー発の電車っていうのが、まあ、10時40分発で、到着が13時3分ですね。で、帰りの大阪ナンバー行きの電車が16時発で、到着がこれそれぞれ異なるんですけど、18時20分ぐらいですね。運行日は基本的に火曜日が、まあ、運休日ということなんですけど、ゴールデンウィーク時はもうこれ毎日運転されるということですね。でそれで京都発ではなくて大阪発の料金はご覧の通りとなっておりまして、まあ、個室は別で1050円もかかります。で京都発の賢島間の島風では京都発が10時で到着が12時47分で、今回乗っている方は14時50分発で、最終京都が17時38分ですね。でそれで運行日はご覧の通りとなっております。基本的に水曜日が運休日となりますね。それで料金はご覧の通りとなります。それで名古屋発の島風は名古屋が10時25分で、最終が12時27分で、名古屋行きは15時40分発で、到着が17時44分ですね。で運行日もご覧の通りとなっておりまして、まあ、基本的に木曜日が運休日となります。でそれで料金はご覧の通りとなっておりますね。京都行きの島風はこの後二の口短絡線を通って橿原線に入るということですね。今大阪線の上り線をまたいで二の口短絡線に入りますね。この二の口短絡線というのが基本的に京都発賢島行きの特急でしか通ることがないということで、あ、他には鳥羽行きの電車もあったりするんですね。でそれで賢島に行く電車を専用にこの線路を使ったかなということですね。というのであと5分ほどで大和西大寺駅に到着しますね。奈良県ではこの駅が最終駅ですね。今西の京駅通過ですね。一部の特急が止まる駅でございますけど、普通の島風は通過になります。車庫がすごい。おお、まもなくということで大和西大寺に到着します。ということになります。ラッピング電車も止まっておりますね。阪神の電車ですけど、車内にお忘れ物のないようご注意ください、はい、前の車庫で止まっていた普通電車ですね。多分この電車が着いた後に到着するのかな。今信号待ちみたいな感じで止まる勢いなんですけど、まもなく大和西大寺駅に到着します。これ何なのこれ。この電車あんまり詳しくないな。珍しいね。あ、思いきや、あ、この電車先に到着するんですね。折り口は多分左側かもしれないですけど、待ってました。大和西大寺駅って意外と面白いところがありますね。森田線もありますし、京都線とか柏線もありますし、奈良線もありますからね。意外と面白いという駅でございますね。これもまたまた小糸線を分岐するという形で、京都行きの島風はここから先は京都線に向かいます。次の停車駅は玉橋ですね。京阪電車の乗り換え駅でございます。やっぱり京都線風景だとやっぱり雰囲気的にも全然違いますね。この辺りは多分金田鍋駅付近かなところを走っております。
ますね。まあ、というので4号車の水回り見ていきたいと思いますけど、まあ、こっちは男性用トイレですね。で、女性に優しいパウダールームもあったりするし、まあ、こっちは紹介するの忘れていたから行ってみます。こんな感じです。まあ、トイレと洗面台が一緒になっておりますね。でそれでトイレ自体はお尻と付けでございます。まあ、そこなので田浜橋駅に到着しますね。まあ、京阪電車に乗り換える方がこのラインで乗り換える方もいらっしゃいますね。まもなくしたらあれですね、京都駅ですね。いや長旅終わるのと最初で最後かもしれないんですけど、あと3分ぐらいですね。まあ、ちょうど京都タワーが見えてきたということで、ようやくですね京都駅で降りたいと思います。京都駅が近いです。あとちなみになんですけど、エアコンとかあったりするし、フットヒーターとかあったりするんですね。まあ、ずっとつけっぱなしだったんですけど、まあ、とりあえずオフィスに行きましょうか。あ、ここだけ消えるっていう感じですね。はい、京都駅に到着です。2時間40分ありがとうございました。ということで終着の京都ですね。ありがとうございました。まだ別の機会で名古屋便とかの到着もやってみたいですね。ということで先頭側から最後部の顔になりましたね。ということで星鈴に乗ってきた島風の乗車記をお送りいたしました。ではこの動画はここで終わりにしたいと思います。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。